ハッテラス岬はアメリカ合衆国のスカロライナ州の一番東端で大西洋に突き出るように細長く連なったサス状の島の一つハッテラス島の東側にあるここは大西洋上の高級リゾート地であるエリオバミューダ諸島に米国本土から最も近い場所にあたるおよそ1 4 4トルにわたって砂上に連なる島々は アウターバンクスと呼ばれ、大陸側のパムリコ湾と大西洋の大海原を隔てており、この付近一帯は1937年8月より、国立公園局が管理するハッテラス、サキ国立海浜公園に指定されている。ハッテラスサキの沖合海域は、北からの寒流ラブラドル海流と、南からの暖流フロリダ海流が出会うところでノームが発生しやすく嵐も多い。 ここは、昔より航海の難所とされており、難破する船が絶えないことから、大西洋の墓場と呼ばれてきた。排水量50トンを超える船に限定しても、1866年から1945年の80年間で、およそ230隻がアウターバンクスの沖で難破した。ハッテラス岬全米で最も高いとされる。 東高63メートルのハッテラス岬灯台が、同地にあったが、灯台建設当時よりも海岸線が交代し、将来の水没が懸念されたため、1999年7月に、ハッテラス島の内陸へ880メートルほど移設され現在に至る。灯台に隣接して、海洋博物館がある。2002年、ノースカロライナ歴史博物館の文館として、 ハッテラス島の南西地区に海の歴史と南パ線をテーマとする大西洋の墓場博物館がオープンした。1942年にここで沈没したドイツの潜水艦 U ボートからの回収品なども展示されている。その他レクリエーション施設やキャンプ場があり宿泊施設もある。アウターバンクスの東側は白い砂浜で海水浴、釣り、サーフィン、 スキューバダイビング、ハンググライダー、セーリングなどが楽しめる。ライト兄弟が初飛行を繰り返した、キティーホーク及びキルデビルヒルズにも近い。1901年、アメリカ国立気象局にいた、無線研究家、レジナルド・フェッセンデンが、ハッテラス島のバックストーンと、そこから北へ 80km 離れた、ロアノーク島に、無線実験局を建設し、1902年夏まで、 通信試験を行っていた。また無線研究家、リード・フォレストが1902年に、米国ド・フォレスト無線会社を創業し、ハッテラス・岬に海岸局を建設して、沖合の船舶との無線電報の取り扱いを始めたのは1903年だった。ハッテラス・岬海岸局は、米国の大西洋岸に建設された海岸局として、最古のグループに属する。 1906年11月、ユナイテッドワイヤレス社が設立され、ハッテラス・岬海岸局を含む米国土、フォレスト無線会社の全資産を引き継いだ。1909年8月11日、ニューヨークからフロリダ州のジャクソンビルに向かっていた、クライドライン、アラパホ号が、ハッテラス・岬沖で、プロペラシャフトを破損する事故を起こした。アラパホ号には、 ユナイテッドワイヤレス社の船舶無線局 VB が開設されており、直ちに無線電信で救助を求めたところ、ユナイテッドワイヤレス社ハッテラス三崎海岸局派及びクライドラインヒューロン号に開設された、ユナイテッドワイヤレス社の船舶無線局 VH と連絡が取れ、アラパ保護の全員が救助された。世界初の遭難信号 SOS はこの時、アラパ保護 VB が はってらすみ先を気にて発したものである。ありがとうございます。